日礼フーズが家庭用冷凍食品をほぼ全品値上げです。対象となるのはフライドポテトやミニハンバーグなど、日礼フーズの家庭用冷凍食品のおよそ95%です。値上げ幅はおよそ6%から20%です。また、業務用の冷凍食品と常温食品も全品値上げします。値上げは来年2月1日の納品分からです。 昭和産業も天ぷら粉やホットケーキミックスなど31品目を来年1月4日納品分から値上げします。